ありがとうございます、はい、そうということで今日はですねあそうだ今日からなんと福井がねカニの解禁が始まったみたいでいや是非是非皆さんカニを食べにカニ食べいこうカニってことで是非ね福井に皆さん来てほしいなと思います。しょうくんレインボーースターありがとうございいますはい そうなんですカニ食べようそう解禁解禁というか水揚げが始まったみたいですなので是非ね皆さん福井のカニを食べてほしいなと思いますうわーいいやー私も今年食べれるかなどうなんだろう食べれたらいいんですけどでも意外とまあまあまあ毎年今のところ食べれてる気がしますね西ちゃんさんレインボースターありがとうございます 三つ星さんかわいいありがとうございます清谷さんバラありがとうございます大輔さんバラありがとうございますひゆかのカニのおすすめの食べ方はいやもちろんそれはもうそのまま茹でてですよいやなんか調理とかしない方が私は好きですねそのままプチってするのが好きですねはい、なのでカニの食べ方はぜひぜひ私に聞いてください あの料理できないって昨日言いましたけど皆さん結構心配してらっしゃると思いますけどあのですねカニはさばきますからねカニはもう手慣れたもんですよ、えー、ルローニさん音符かなありがとうございますはいさばけるっていうのな,なんていうの解体 <laughs> 解体ちょっと言い方が悪いけどな,な,なんていうんだろうねできますよっていう話ですわはいということで 今日お話ししたいことはね、あの,ー昨の,ね <laughs> あの,ねの、昨日のね、あのね、昨日のちょっと早速昨日のね、あの、あの問題の写真について、あの、まあ、あの言い訳をさせていただきたいということでありますが、まず説明からいこうかなと思いますが、皆さんツイッターちょっと見ていただけたでしょうかツイッター昨日私のツイッター見たよって方、 見てないよって方は今すぐ見に行っていいねを押してあげてください。<laughs> 頑張ったんですよ一応あれでもなので一応いいねを押してあげてください。はいね昨日の問題の写真なんですけれどもあのー、昨日ですねあのー、配信でもお話しした,した通り福井の有名なものを使ってマリオリをしたいということでねまあ昨日第一弾でヘシコをちょっと使わせていただきまして。 まあ、まずはヘシコそのままと、ええー、まあそのままと言いますか、まあ、焼いて食べようと。まあ、や、焼こうと。まあまあ、こういうのもね、簡単簡単、その、その、焼くだけですから。まずヘシコって何ぞやという話なんですけれども、あの、ヘシコというのはですね、あの、魚のサバわかりますかサバだよ。サバが、サバって伝わるのかな 炭火で焼いたんだよね。待て待てと。待て待てと。そう。サバ。そう。魚のサバを、昨日はね、ちょっとごめんなさい。あの、ぬかでつけたやつです。そうです。サバをぬかでつけたやつを、へしこって言うんですけども、イコール漬物とほぼ一緒で、だからね、すごい塩辛いんですよ。あの、え、なんだっけ、ALT だったっけ。に書いたんですけど、そう。塩辛いんです。だから漬物と一緒な感じ。 八村さん、ハートありがとうございます。そうなんですよ。で、あのー、ね、その、まあまあまあ、昨日はね、あの、まあ、焼いた焼いたんですけども、いや、まずちょっと調理法といいますか、あれもちょっと意外とまあ手間がかかってるんですよ。あの工程に行くまででもね。はい。え、誠さん、くまありがとうございます。シュうミーさん、レインボーさんありがとうございます。誠君、 ありがとうございまーすはいえっとまず1つ目調理1つ目まずぬかを落としますなぜかと言いますとそんなんね濃くなっちゃうでしょって話ぬかがついたままだとね もともとそれだけでもさついてるだけでも塩辛いのにぬかがついてることによってもっと塩辛くなってちょっと食べれないとさすがにぬかを落とします一旦ねまあ少しぐらいは残っててもん大丈夫なんですけど一旦ぬかを落としましたよ私はシュッシュッシュッとぬかを落としますまず一つ目そして二つ目の工程なんですけれども焼き時間は短めに そうここポイントなんです焼き時間は短めに <laughs> ここポイントですよ皆さん経験者ですから失敗経験者ですからここポイントですよ焼き時間は短めにうんここポイントね皆さんねちょっと聞いてね焼き時間は短めにですよあ<お> <laughs> 短めにって言ってる間になんと12位にあ間違えたく13位になりましたありがとうございます 焼き時間短めにですすよね,そね意味かかりますか私の写真を見てくださった方はねもう分かると思いますよ。短めに。何があったと私のあの写真は何があったと私。焼きすぎた。はい。焼きすぎた。短めにじゃなくて長すぎた。はい。焼きすぎた。そして真っ黒け、はあ、そういうことですわ。 ジョニーさん、ハートありがとうございます。はい、ということでね、あのね、私は焼きすぎた。真っ黒ウでございます。はい、あのー、さすがにね、昨日私もポジティブに行きますよ、と。もうね、失敗なんて何回してもええんですわ、つって。見た目はね、気にしない。味が良ければ全て欲しいで。言った割にはね、ちょっと見た目悪すぎるんじゃないかと。ええー、真っ黒だっていうことね。<laughs> 私もね、あの、だってこうやって、 のい,い,いいんちゃういいんちゃうと思っててでお母さんはまあちょっと遠めにいたんですよ私が焼いてる時にそうでお母さん「もういいんじゃない?」と言ってたけど私は見た目的にはまだっぽと思ってこうやってこじっってて「よしじゃあ,まあそろそろか <laughs> !」と思ってこうやって裏をこうやって「えい <laughs> えい!」っていうね「えいえい!えいえいえい」っていう感じであのすっごい真っ黒 <laughs> 聞いてないよっていういや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 若干ちょっとなんか 焦げくそっと思ったんですけど、まあ、気のせいかななんて思っていたらねまさかのエえエイというねこの2連ちゃんでありがとうございますということなんですけれども、まあ、炭火焼きだからし方ないよねってそうなのじゃねえよちゃんとフライパンだよフライパンでもないなあのフライパンではないんだけどなんかその何ていうのコンロで焼いたんですけど炭火焼きではないよでも へえ <laughs> まあ最初なんで最初なんで落ち着いて皆さん GS さんとかありがとうございますマコトさんレインボーストありがとうございます何黒の着色料使ったんだよね使ってない <laughs> 使ってない使ってないようまいこと言ってるサバだけにサバサバしちゃったそういうことですよサバだけにサバサバしちゃったってどういうことっていう話にはなってくるんですけれどもね そうまだ本気出してないだけですから、まあ、今回はね、まあ、失敗を得て成長する。まあ、人間はそういうものですよ。初めは誰でも失敗しますよ。ええー、はい。金色ポテトさん、ファイトありがとうございます。岩瀬さん、ハートありがとうございます。ミーティアライトさん、ハートありがとうございます。はい。で、あ、ここも注意点もう一個あるんですけれども、あのー、へしこをね、焼くとき、めっちゃめちゃ、 匂うんですよ。これ超注意です。めちゃめちゃね、あの、あの、すっごい匂いがするんですよ。はい。だから、皆さん、ねもしヘシコを焼こうとか、ヘシコを使った料理をしようっていう時には、絶対に部屋の換気はしてください。はい。あの、本当に、あの、死にます。部屋換気しないと。はい。換気してください。そして、あの、洗濯物は絶対あの、 もう片付けておいてくださいしまっておいてくださいもう匂いが染みつくのってわかりましたかはい大介さんバラありがとうございますミーティアライトさんハートありがとうございますニッシャーさんのインボースさんありがとうございますはいそうなんですよだからあのー、そうなんですよ匂い気をつけてくださいこれ結構ね危ないですよはいこれメモメモメモしといてねへしこ役のねそう結構勇気がいるんですだから すごくない私。勇気がいるのに、昨日の時点でなんかもう、パーってやっちゃって。勇気はあるんですよね <laughs>。逆に言えば勇気しかないんですよね。はい。まあそんなもんですわ。はい。ということで、まあ昨日のね、そのツイッターの写真は、まあ、あれだったと思う。まね。うん。最初ですから。誰しも最初はね、まあ、うまくいかないことですよ。ええ、ええ、あんなね、黒くなってましたけれども、あの、安心してください。お 12になったあ真っ黒焦げって言ってたのにありがとうございます一重100 100,000万10万こっからの道のりがちょっと長めですね10万頑張りましょう,そうごめんなさい今日はね思ったよりねそうもうちょっとね頑張れば配信できるかなと思ったんだけど w i フ f i の環境がつながってないところが多くってここもできんのかーってなりまして、まあ、結局ささっと家に帰ってきて。 家でししかででできませんでしたすみませせんんたすいはあのね皮がね裏を向けたら真っ黒だったけど身は全然大丈夫だったでしょこういうと思って表向けてる写真は大丈夫だったでしょ美味しそうだったでしょということであ,のあれは皮が焼けただけなんですよ、まあ、皮なんてねまあ、ぶっちゃけその食べないですよ身が美味しければいいということでめっちゃね美味しかったのよあれやだ奥さん <laughs> 嘘だと思ってるでしょ 本当なの身は本当に美味しかったの。で、私、今までね、なんか食わず嫌いと言いますか、まあ大人の味。そう、だからお父さんとか、そういう人しか食べないのかなみたいな、勝手になんか食わず嫌いをしていて、まあちょっとあんまり食べませんとか言ってたんだけど、で、昨日はさすがに自分で作ったし、どんな味なのか、まあ焦げてるかもしれないけど、自分で作った料理だから食べようと思ってね。食べたの。そしたらよ。 美味しいってなって、え、やばいと思って、ずっとね、ご飯と一緒に、カクカクカカカ食べておりました。でね、3枚目の写真を見ていただければわかるんですけども、ご飯、茶碗んを持って、へしこちょちょって置いてる写真なんですけども、へしこ少なくないかと、いうがちゃん。ちょっと、へしこの量ミスてるアと。そんなとこも調整できないのヒュガちゃんと思った方。痛い目見ますね。 へしこのくどさを知らないようだ、ええ、へしこはねすんごいもう想像以上にくどいのでも私も一発目ミスっちゃって最初一口味見しようと思った時に結構取っちゃってこんぐらいで食べたらもうくどくってくどくってああ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 って感じになりましたので本当はあのご飯茶わんぱ杯であのぐらいの量で全然ちょうどいいです はい。なので、皆さん、ぜひ食べるときはお気をつけて食べてください。はい。サブちゃんさん、ハートありがとうございます。あつきさん、バラありがとうございます。かわさん、レインボーサーありがとうございます。え、そんなことないやろって言ってるでしょへしか本当にくどいの。想像以上に以上に全然くどいので、皆さんね、 はい気をつけてくださいねはいふんふんそう「くどい」っていうのは塩辛いっていう意味えっくどいって言わないんですかもしやこれは福井の方言なの「くどい」美香さんタコありがとうございますい福井の方言っぽいなそうなんですよ「くどい」って言うんですよ「くどい」「塩辛い」って意味です「くど」って言いません岩橋さんハートありがとうございます 私えけ <laughs> くど」えくどって言わないのかなやっかんさんレインボーストありがとうございますお愛知県でも言うようだってえー、あ意味分かる方もいらっしゃるんだ油っぽいって意味ええー。くどそう味が濃いとかそういう感じですよえー、なんか面白いね <laughs> 地方にやって。 よってやっぱり違うんだねと意味も言葉を使うののにその意味が違うっていうこともあるんですねすごいよなんかね話が全然変わっちゃうんですけど社会でね社会っていうか地理でね授業でなんか「カタツムリのことを皆さんなんて呼びますか?」みたいなことを言われて「カタツムリカタツムリ以外何があるん?」と思って「え カタツムリショーみたいなことを言ってたんですけれども、でもなんか昔はなんか各地で全然呼び方が違ってマイマイとか電電虫とかナメクジナメクジになると違うじゃないと思うけどナメクジとかあったらしいんですよ。イバシさん本当ありがとうございます。そうそれにびっくりしちゃってえーとやっぱりなんか各地でそういうのも違うんだと思いましたね今も改めてはいヨエさん可愛い,いありがとうございます。 エエススカカルルゴゴってて言うんんんですかんんすかか皆皆ささ呼びま逆に今はもうなんかねそのあれいろいろ普及してネットとかまあその各地にカタツムリって呼んでる人が別の地方に行ったりしてそれがまた普及してカタツムリっていう呼ぶ呼ぶ県が多くなったんですけどでんでん虫がいらっしゃる。 ででんでんむしむしかたつむりってことはあの歌は「かたつむりかたつむりかたつむり」むりってことなんですねうん結局かたつむりを3回言ってるだけっていうことでサッターさんハートありがとうございますそういうことなのね理解理解そうお気づきになりましたかお気づきになりましたそういうことなのねワイルドジンクスさんバラありがとうございます はいそうですねうんすごいよねやっぱり違いますね地方によってあん。やっぱり認知もらうにはお話し会ですかお話し会そうですねめちゃめちゃ話が飛んでますがそうですねお話し会来てくれたら嬉しいですありがとうございますそうでもなんかお終わっちゃいましたよねお話し会の受付がなのでぜひまた次回機会に。 会いに来てくれると嬉しいです待ってますそうお話からやっぱ素敵よねちゃんとお顔を見てお話できますのでねマコドさんバラありがとうございますバラ花束か花束ありがとうございます将来的に何が作れるようになったらお料理できるって思いますかうん何作れるようになったらえぇ、ー でも王道なのは結構肉じゃがとかさよく聞きません肉じゃが作れるといいよなぁみたいな <laughs> でハンバーグはね意外といけそうなんだよね私頑張ればいけるよハンバーグ絶対いやよいしょあそれああいやいやって感じでハンバーグ多分いけると思うんです私多分シミュレーションできてるのでいきますこれ大輔さんかわいいありがとうございますワイルドジンクスさんバラありがとうございますいやいやしけいや いやいけますねハンバーガーグは焦げたら取り返しつかないよ確かに <laughs> さああの閉しこだからよかったけどケイシンくんハートありがとうございますバイドジンクスさん誰もありがとうございますよしさんかっこいいありがとうございますいや違うよあっはいカレーとかシチューは簡単に作れるよおじゃあいけるかもカレーとかシチューは結構難しいっていうかまあ、あのね私ね包丁 をあまり使えなくってなぜかと言いますと超ビビリなんです彫刻刀とかも苦手で刃物系が苦手なんですよ。なんか怖くて正直言って怖くってもう切らないかが心配でススって滑ったりとかもするともう冷や汗が止まらなくってだから刃物系ちょっと怖いんですよカッターとかも正直怖め意外とハサミしかいけない。 そうでもなんかないのかな手が切れ切れにくい包丁とかありそうだけどねそうピーラー切りいけるかなよしよしよしって感じでねそう結構怖いんですうんでも 包丁使えるようになったらさ勝ちじゃないですか逆に言えば包丁使えるようになったらさいろんな材料とかいろいろ切れるじゃないですかパパッ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 あとなんかああいうのもしてみたいんですよなんか花柄に花花の模様とかにするとかめっちゃすごいじゃないですかああいうのああいうのああいうのちょっとさできるだけでもさすっごい上手に見えないあれだけしかできないってなってもさめっちゃすごい人に見えない あれだけ極めようかな <laughs> GS さんとこありがとうございます、うん、ねそうなんですよでも将来的に何作れたらいいんだろうねなんだろういや私ねなんかそういうさおしゃれなものじゃなくてなんか家庭的な料理が好きで個人的になんですけど私の意見なんですけど 例えば豚汁とか豚汁とかそういうなんかお味噌汁とかそういう家庭的なのが好きなんですよ。まことさんたコありがとうございます。そう家庭的なそう豚汁とか煮物とか鍋家庭的なのかわかんないけど鍋とかあと卵焼きとかそういうなんか王道っていうのとかが好きなんですそう。 そうなんですよ。皆さんはどうですか？でも皆さんに聞かないとダメだよね。私は女性の意見なので男性の意見を聞きたいと思います。皆さんは何が嬉しいですか？将来作ってもらえて。肉じゃが唐揚げえ唐揚げは私いけると思うよ。へいお待ち。衣つけて衣じゃあ片栗粉つけて。 なんか30秒みたいなありますよね。か,から揚げでででみたいな CM を昔何回も聞きましたね。ででで,で30秒。から揚げなんちゃらみたいな。な,なんだったあれなんかあったよね。あチャーハンね。チャーハンよね。オムライスいいね。オムライスかえってこうやってやるんでしょどうせケチャップこうやって。貸して。はーっと、もうえもうえ、キューン オムライスいいな、ね、<laughs> オムライス美味しいよね私も大好きなのオムライスいいよねうん。なるほどねはいはいはいひゆかのオムライス焦げでおいおい <laughs> おい <laughs> 焦げないよあれだけだから偶然だよえ待ってちょっと待って待って 先頭さんたるまありがとうございます。ゆうきくん、待って。昨日から続いて待って待って待って。今熊来たよね。熊玉来たよね。ちょっと待ってちゃん追いつけない追いつけない。ちょっと待って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 。ゆうきくん。熊玉ありがとうございます。ちょっと待ってね。書くよ今日も。ありがとうゆうきくんまさかの2日連続。ゆうきくん。

わあ、<笑><笑>ちょっと下手くそだけどよしあ分かった分かった分かったこんな感じかな ててん。どう、うまくない。<laughs> これ何かわかるかな。あ、てろうくん、可愛いありがとうございます。え、ね、これ何かわかります。ゆきくん。はい。これ、カレーパンマンじゃないからね。オムライス、おお、分かった、分かった、よかった、よか,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 かった。焦った。なんと、愛のこも、こもった。オムライスです。へー可愛くない。 ゆうきくんラブじゃあもえもえキュンさせていただきますわいきますゆうきくんくまたはありがとうもえもえキュンキュンキュンもえもえキュン,もいもいキュン <laughs> できました美味しくなりましたきっとあの美味しくなりましたしっかり 愛を込めました。LOVE です。はい。ありがとう、ゆうきくん。毎度毎度。これはスプーンだよ。だからこれで食べてくださいね。ゆうきくん、ありがくまたはありがとう。<laughs> スプーン脱とか言わないでよ。まあ、確かにそうだけども。はい。ありがとう。 皆さんありがとうございます。ケイシンくん、ミラーボールかなありがとうございます,あいます、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。結論、ひゆかちゃん料理は何でもうまい。本当なら、じゃあ、あの、焦げ焦げのよしカも食べてくださいね。お願いしますよ。はい。スプーンも手作り。<laughs> 意外と凝ってるね。スプーンも手作りしちゃうんだ、私。意外と凝ってるね。 掘ったことしてるなぁ次料理するメニューはもう決めててるるの次料理すすメニューは迷ってますでも料理料理って結構来てるのででもへしこへしこを今回は焼いただけなんですけどへしこを使った料理私もねちょっとね結構気になってる。 今まで見たことないんですよ。へしこはもうへしこのままっていうか、へしこだけで食べるので、なんかあんまりへしこを使った料理とかがないんですけど、ちょっと次はへしこを使ったなんか料理をしたいなぁなんて思ってます。はい。どうだろうよくないでもまずはあの昨日言っていたあのあれ、油揚げを、あのもう作ったのね。また載せますね、写真。油揚げ作ったの。 めっちゃ美味しそう。で、これは本当に受信作なの。だから、皆さん安心してくださいよ。こちらはですね、うまくいきましたよ。うん、うん、うん。そう、うま、うまい。だから、ちょ、ちょっとき、ね、期待しすぎは良くないけど、お前ちょっと期待してください。朝から結構仕込んどいたの。そう、だから、結構いい感じなの。そう、もう作ったよ。そう。そうなんです。武蔵さん。 レインボースターありがとうございます。ね。楽しみにしててね。大好きさんバラありがとうございます。待って待って。今何時？何時？何時？今何時？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 ああ、ええよ。いやいや今何時？2時4え嘘。え、待って。もう44分ちょっと待って待って待って。私さラップしかしてないよ。今日の思い出。 あとコキと話しかしてないんだけど30分も経ったの初めて怖っ怖いよ怖い前々もやもやキュンしたけどなんかそんだけしかしてなくない逆に言えばえ私そんな喋ってた最近ね時間経つの早すぎてちょっとねうんちょっと待って勘弁ですよ本当に ちょっと待ってべ弁今になって圭んくんハートありがとうございますありがとうねえ仕事がこけた理由をねちょっと言い訳メイビーさせていただきましてはいありがとうございますすいませんでも楽しみにしててねちょっと意外とね料理楽しいかもなんか やっぱり料理をするのも楽しいけどそれを自分で食べるのも嬉しいし食べてもらって家族にねへしこ食べてもらってなんとねあの今日私仕事行ってたじゃないですかで昨日作ってあの今日仕事行ったんですけどもなんとね、まあ、今日ねあの朝ごはん私は食べなくって普通に仕事そのまま朝ピュンって行ったんですけどでもう夜ごはんに絶対へしこ食べるんだってもう昨日のおいしさを知ったからごはんと一緒に夜にへへへって食べてあげるんだと思っていたらあのお母さんにね 夜ご飯どうするの?」って言われてないんで,で新幹線の中だからさ「もう腹ペコですよ」ね <laughs> ああへしこでいいよ、まあ、へしこねあのくどいからさ結構量あったじゃないですかであれなんでね結構まあね食べきるのが何日かかかると思ってて私的にあ「ごめん先生ハートありがとうございますテロくんタコありがとうございますケイシンくんだるまありがとうございますしょなみさんレインボースターありがとうございます」でねで 私がね、へしこでいいよって言ったら、もうないよって。えもうないちょっと待てよと。ちょ待てよ。私の中の、えー、たくさんが出ちゃうっていう、ちょ待てよ。へしこがもうないおかしいだろって話です。これはちょっと事件の匂いがする。ええー。 あのなんで亡くなったのかと私は不思議になりましていやえ,え,えなんでなんでみたいななんでなんでってお母さんに言ったら読もないよみたい,ないやなんでか教えてくれないのしかも読もないよみたいななんで絶対みんなが食べたんだ私が嫌いだね私が作ったのにでも嬉しいね私が作った料理をみんなが完食してくれてるのはすごい嬉しいことでしたワイプさんタコありがとうございますそうだから みんなが食べちゃったみたいです。そう、だから私の分は、あの、<laughs> ご飯に持ったちょこっとだけでした。もっと食べたかったです。めっちゃ美味しかった。だから絶対買う。絶対もう一回買います。はい。てろうくん、くま、ありがとうございます。ありがとう、くま。よしさん、ハートありがとうございます。そう、嬉しい。だから、ちょっと意外と料理の良さっていうか。なんか、しかも、モチベーションが上がる、すごく。うわ今日私。 料理しちゃう偉いなーってなりますね。<laughs> そう、だから結構いいかも。たまになんか本当に、う私ってなんでこんなんなんだろう。っ <laughs> てなるときに料理するといいかも。えあらいきょ料理してんでえぇってなりますから、いいかも、結構。うん。気分転換、そう、いいかも。全然いい。あと、早起きもできますからね、皆さん。 はい、早起き苦手な方ぜひそう偉いでしょうそうなの嬉しいなんかやっとお母さんの気持ちがわかりますねそうだから「うっおいしい」って言われるとすごい嬉しいけど何も言われないと逆に不安になっちゃうんですよそれを言えば逆にそうだから 言われるとすごい嬉しいから私もこれからお母さんが作ってくれたら絶対言おうと思いますまあ言ってるんだけどねすごくうますぎー美味しすぎーはあって言ってるんですけどもそうもっともっと伝えようと思いました改めて作る側になって気づくこともありますよねっていう話です旅人さんハートありがとうございますそう やっぱり言ってもらえると嬉しい言葉って大切ねうんうん学びましたはいということでちょっと時間が40何分でしたよねさっき今何分だそろそろランキング読まないとやばい感じですかねあっちょちょちょいまずちょいまずよしさんタコありがとうございますミーティアライトさんハートありがとうございますちょっとじゃあそろそろランキング読んでいいですか ど,どうしようど,どうしよう明日は配信できそうです明日は学校 <laughs> 明日は学校行ってから放課後多分全然時間あるので速攻ビューンって家帰ってきて多分配信できるはずなので行けますはい どうですかね。そう、だから夕方になります。な、何時頃だろうな。明日ね、学校、何時に終わるかな。5時とかかな。5時から配信できるかな。5時。5時、6時、7時、八時、9時、10時。よいや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 まあそこら辺も結構と、結構ね、明日は多分できると思うんですよ。その間に。だから、 明日はまたねちょっといろいろ時間組もうかなと思ってますはい頑張るで <laughs> なので皆さんぜひ、ね、明日夕方からぜひ見ていただけたら嬉しいななんて思いますよそれではそう分かったらまた連絡します七5五ツイッターなどなどもろもろしますね待っててくださいということでランキング読んでいこうで いきます。13位、てろうくん、ありがとうございます。また、見てください。12位、ミーティアライトさん、ありがとうございます。また、見てください。11位、輔さん、アットマーク、明日も配信ファイトかな明日も配信ん配信大輔さんどこ、あ、いた。ん あら違う名前が変わってる大輔あと今日から「こげこげへしこ押し」になってるもしやあれあれえなんか違うんだけど名前があらあらああ大輔さんな何だろうでもありがとうとりあえずありがとう頑張るでありがとうございますまた見てください続いて しょなみさんありがとうございますまた見てください <laughs> 9位ミカさんそば打ちしてそば打ちしたいよねそば打ち体験昔してたんだけどなえちょっとしたいでもこの期間でできるか分かんないけどまたそば打ち体験し,し,したら動画とか撮っときますね絶対ありがとうございますまた見てください8しょうくんアットマークもえもえきゅんもともと メール。求む。ありがとう。音声のしまう。<laughs> ありがとう。また見てください。七位しゅうみんさん、ありがとうございます。また見てください。六位よしさん、ありがとうございます。また見てください。五位たけぞうさん、アットマーク、明日のお弁当。どこだ、どこだ、どこだ。どこにいる。明日のお弁当なんだ。 なんだなんだ,なんだ気になるんだけど明日のお弁当なんだろうななんだろうな明日のお弁当はね残念ながら私作れませんので明日は許して明日のお弁当はまままのですでもこの料理期間が終わったら私はもっと成長してますのでそこから私は作りますから今まだまだ研修生なので私はいなのでお母さんの 聞いいてくださいお母さんに聞いて何だろうな私は毎日気になってる何だろうね楽しみにしとこうありがとうございますまた見てください四位ごめん先生アットマークん萌え萌えって書いてあるでみんな萌えキュンが好きなのかごめん先生どこごめん先生どこあらららごめん先生いなくなっちゃったどこ,どこにいるのごめん先生あいた はい。だって、ありがとう。ごめんね、みんな。もえもえひうちゃん。もえもえ。音声出し番号。<laughs> ありがとう。また見てください。3位、GS さん。魚魚。サバかなありがとうございます。また見てください。2位、マコトさん。ありがとうございます。また見てください。そして、1位は、ゆうきくんアットマーク。もえもえぎゅん、キュン。 ありがとうございますゆうきくん、今日もありがとうわでございます。ゆうきくんにもえもえキュン送ったので、明日から元気に頑張りましょう。<laughs> ありがとう今日もありがとうゆうきくんまた、見てくださーい。はい。ということで、ラッキーカリカリに行きましょうか。22位、塩おこう、じいさん。ありがとうございますまた、見てくださいさあ、もう一人の方行きます。はっ。36位。 スタンド H さんありがとうございますまた見てくださいはいということで OK ですスクショタイムいきましょうか今日はなんと12位まで上がってありがとうございます皆さんこのまままた上位戻れるように頑張ります へしこ焼きすぎちゃったポーズでスクショ撮りたいな。へしこ焼きすぎちゃった。いきます。うん。うん。うん、焼きすぎました。<laughs> 焼きすぎました。って感じですかね。<laughs> そう、今、ね、そう、すっぴんだからね、あの、スクショの需要があるかわかんないんだけど、大丈夫ですか。はい。 ね、もう少しね早い時間から配信できるとねそう11位とか上がれたかもしれないんだけどごめんね今日は時間なくて明日頑張るね明日お願いしますね応援 <laughs> 明日頑張るねよしすっぴんあげて全然大丈夫ですけど需要需要ありますか逆に全然いいんですけどもよかった需要あるって言われてよかった <laughs> 需要これで需要ないって言われてたら <laughs> って感じでしたけども10あるって言われたのでよかったですはい <laughs> じゃあピースでああサバサバポーズしとこサバーサーバいやいやはい <laughs> はい

これはあの映画を見てくださった方ならわかると思うので皆さん映画見てください <laughs> 今何時かなあそう10時になったら多分自動的に切れるのでそれまで待ちますゆっくり休むんだよありがとうございます明日から料理専門家坂川シェフにな,な,なろうと思いますので皆さん応援よろしくお願いします 今日は一旦お休みします、はい、<laughs> 噛んだな <laughs> 最近ねちょっとあの喋りたいことをなんかこう、うん、頭で考えてるんだけど口が回らないの喋りたいことも言いたいんだけどそれ気持ちが先に出ちゃって噛んじゃうっていうね。はいということで皆さんありがとうございました。11位までおあとちょっと 明日で挽回するで。みんなありがとうございました。ゆっくり休んでね。私も寝るね。<laughs> じゃあねー。おやすみ、おやすみ。おやすみ。はい。おやすみ。はい。おやすみ、お疲れ様。明日から一週間頑張ろうね。またね。じゃあね、じゃあね。ずっとバイバイしとこじゃあね、お疲れ様でした。 ゆっくり休んでね無理せずね明日から明日から無理せずじゃあね <laughs> <laughs> いい夢見てねみんなもねみんなもねいい夢見てね <laughs> なかなか切れないね <laughs> じゃあね <laughs> お疲れ様でしたロングバイバイじゃあねー